新日本のあげポッドキャスト、日本の和芸ポッドキャストの時間がやってまいりました。こんにちは、レイレイシマルさんでございます。こんにちは、どうもこちらさん、こんにちは、よろしくお願いします。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本の和芸という落語会を毎月のように北沢タウンホールで行っております、うん、その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシマルコ、そして立川こちらです。三遊亭満喫です。我々のプロデューサーちゃんと言った、あいつ今ちゃんと言ってた、今もなんかゴニョゴニョずっとしてた、あいつちゃんと言った今日。三遊亭満喫です。ほら今日一度目が違うよ、進化した、震えてる。何が我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。お疲れ様でした。昨日お疲れ様でしたってことで、昨日ね、そうです。うん、会があったんですね。そうですよ。新日本の和芸の落語会があって、夜中の2時まで打ち上げをして、そうですね。で、朝の9時から10時からこの収録をしているというですね。そうですね。まあ満喫さんもギリギリになってきましたね。はい。さすが一番早く帰ったのにね。はい、ああそうです。満喫さんはいつも終電があるって言ってね、先帰っちゃう打ち上げをね。そう。いやもうあれからオナニーしたらもう時間がしょうがないよね。それはね。朝から何言ってんだと、ね。いや違うのよ。満喫師匠ってやっぱり一席やると上がってきちゃうよね、気持ちが。まあまあ、上がってきて、これを抑えるにはどうするかって言うと何するんだっけ。オナニー。やっちゃうよな。やっちゃうよな、やっぱりな。お酒飲めないですからね。そうこう、あの講座後ってテンション上がって、うん、それを沈めるのに、クールダウンさせるのに我々お酒飲むわけです、ね。そうなんですよ。そうなんですか。もうクールダウンさせてんのかな。クールダウンさせてますね。昨日もガブ飲みよ。ガブ飲み酒よ。お酒が飲めないってことはね。俺なんか。クールダウンを違う形で飲めねえじゃねえかよ。俺なんかもガブ飲み。コーラ飲んでたし。グイ飲みでガブ飲みだよ。いやオナニー組だよここは、ね。やめろよ。こちらマルコはね。いやお前だろ。俺が言い出したんだよね。飲むのはマルコさん。俺と満喫師匠が飲まないから。そうだね。飲まないお酒飲まないのにね、酒を飲むね、あの仕草というか上手ですよね。そう、満喫師匠のね、あのメカウマっていうね話をやったんですけども、そこでね、この八五郎だっけが飲む酒のあのうまそうなこと、メカンマっていうの正確にはめんどくせえな。メカンマで飲むパチンコのね、その酒の飲む仕草よ、うまそうなの本当に。うまそうね、うまそう、うまそう。あとこのめんどくさい酔っ払いのね、人に絡むあの感じ、あれは特定のモデルがいるんですか。いないです。いや実に真に迫ってました。いやいや、なんかこうだからね、八五郎なんか下品な感じがね、とてもリアルで、あの雑な生き方してんだろうなっていうのが見えてくる。芸は人なりみたいなね。腹立つな。そこ行くとこちらさんの禁酒番屋はね、僕はもうお酒飲んでも小便飲んでるみたいな。そうそうそう、同じようなまずそうなんですよ。いやいや、それはすごいね。小便飲んでもお酒飲んでるみたいな。違う違う、お酒飲んでても小便飲んでるんだもん。それすごい、すごい力です。すごいですよ。ごくごく飲むからね、またね、あの芸は人なりっていうからね、普段ショーペン飲んでんの、常にね、飲んだ経験がある人しかできない、本当に真に迫ってるから。快楽って裏口じゃないですからね。え、危ないな、そっち行っちゃうのに気をつけないと。やっぱそっちの人脈が強いですもんね。なんでそうとんでもな人なんでしょうね、マルコさんね。そう、マルコさんそっち好きなんです。やっぱ馬糞にふさわしい。いやいや、とんでも落語界にはふさわしい名前ですね。で、今日の話題は、今日はですね、はい、もうこれは外せないぞというのが、なんと我々の元にニュースが飛び込んできました。この配信の週に発売ですね、もうね。そうですね、まあ、この収録日に実は発売なんですけど、配信が、この金曜なので、そうですよ、もう今週発売でございます。講談社から出版されました。なんとあの講談社から、五穀寺の駅出たところよ、あるのが講談社っていうのが、文京区のね。そう、柳家さん、隣にね、警察官さん、これ大事、これ大事だから言いました。大事、これ大事、めちゃくちゃ大事。交番よりも大事、交番より大事、警察より大事、大事です。じゃあお願いします。歯が痛いんだから黙ってる。今交番って言ったのも落語の世界の交番じゃなくて本当の交番の方ね。それよりは絶対大事です。これは柳家さん、座春風亭一之輔、桃月庵、白秋、三遊亭健康、三遊亭白鳥のロングインタビューが収録されました落語家という生き方が本日発売になりました。おめでとうございます。これも著書が誰なんでしょうか。
えっとねじゃねえすっと言いなさい、すっと。広瀬和夫氏でございます。おめでとうございます。これはどういう本なんでしょうか。これあの北沢タウンホールで、やっていたそのこの落語家を聞けというですね、ロングインタビュー付きの独演会というシリーズがありまして、そこで、行ったロングインタビューを収録したものですね。でそれはあの、いろんな方が出演されてたんですけども、今回はこの5人、三座さん、一之助さん、白州さん、健康さん、そして白鳥さんと、まあ、この、セレクトというかですね、この方々はまず第一にその2回ずつ出ていただいてるんで、2回だから1回のインタビューがだいたい40分から1時間、三座さんは両方とも1時間ずつでしたね。まあ、そういうだいたいそういうあれなんですけども、でだから合計、まあ2時間近くがね入っているということで、あとだからそのまああのこの中で、まあ、後書きのところでも書いてるんですが、落語ブームというのが2000年代にあって、2003年4年5年ぐらいで、6年7年あたりがピークだったと思うんですけども、あの頃の落語ブームというのを支えていたのは、まあ例えば象徴的なのが柳家喬太郎さん、この方はね諏訪で活躍 しつつ、だから女性ファンをたくさん呼んで、であるいはもちろんその志の輔師匠ですね、紫綬褒章のね、立川志の輔師匠、あの方はもう嬉しいニュースですよ、落語ブームと言ってもですね、その底辺を広げるということにおいては、志の輔さんが、まあ、渋谷パルコの1ヶ月公演ね、ああいうのでも大量にお客さんを呼んだという、そういうのもありますし、また立川流でいうとダンシュンさんですね、ダンシュンという人が、この人はもうあの古今亭志ん朝亡き後、正統派のこう人情話なんかでこうガッと行くような、そういうあの骨太な、名人タイプなのではないかということでですね、グッと出てきて、観客動員を沸かせた、すごく増やしたと、赤目だかドラマか、ドラマか、今はね俳優さんとして有名ですけど、でこのだから例えば当時の、まあ、志らく師匠なんかそうですよね、でそういったあの志の輔、志らく、談春といった方々や、喬太郎さんのような方が、まあ、2000年代を象徴するような存在だとするならば、2000年代の落語ブームからもう10年経った今、10年一昔って言いますからね、そうなんですよ、今2015年ですから、2005年の落語ブーム始まって、みんながねタイガー&ドラゴンだどうのこうのだから、あれからもう10年経ってるわけですよね。この2010年代を象徴する噺家さんはどういう方かっていうと、2010年代の落語っていうのは2000年代と違って、キーワードは自由なんですよね。自由、フリーダム、フリーダム、そのフリーダムを象徴してる人はまあ立川こしらなんですけど、なんだってまずいな、象徴なんですか、象徴してる割には随分売れてねえぞ、そうなんですよ、なんでこしらさん外してここ入ってないですもんね、ロングインタビューに。だからその2010年代を代表する売れっ子なね、売れっ子な、売れっ子の人がここ5名そうです、名を連ねてる、三座さん象徴してるのは俺だけどねそう、一番自由なのは小白さんだけど、まあちゃんとした落語でね、そうですよ、ちゃんと売れてる落語のようなものをやっている小白さんでも生きてていいというのが2010年代になって2000年代は多分認められなかった、あそうです、2000年代はもっとあのやっぱり真っ当な伝統を現代にみたいなことだったんですね。自由は肯定するけど、自由すぎることは否定されたわけだね。そうなんだね、やっぱ過ぎちゃダメなんだねこれ今は小白さんがいてもみんなあの平気に生きてますよね、そう、一緒に共演受け入れてますよ、お客さんもね、普通に本当に小白さんが落語のようなものと言ってるけど、あれ落語だと思って受け入れられてるじゃないですか、本当いい、それで言うならば、例えば一之助さんや白州さんのやり方なんかは、あのもう10年前だったら、まあ、今もね、あの、ある師匠からね、一之輔さん、お前の落語は悪ふざけだって言われたっていう話ですけど、そういうあの、そのやり方は古典崩しすぎだぞって言われかねない、そういうのが受け入れられないよ、そんなのはっていう、10年前だったらまだね、だからあの10年前でも、ただ志らくさんなんかのやり方は10年前もそうだったけども、やっぱりそこは、あの異端視されてる部分ありましたよね、それが今やもう王道というか普通になってる、そう入れ事するのはね、健康さんなんかも、あの二つ目時代にある、ね、コンテストで、あの公表した審査員の方がね、かなりその健康さんのやり方がその、おかしいと、まあ、当時幸次郎さんですね、それは伝統的にやるんならもっとこうじゃないか違うんじゃないかってかな
なり批判されてたんですけども、今はもう健康さんのやり方っていうのはね、普通にも正統派ですよね、っていうところ、あるいはあの三座さんと白鳥さんって、これあの、まあ、両極端の会っていう落語会なんかやってますけども、三座さんはもう昔で言うところのガチガチの古典正統派、白鳥さんは異端なその新作、奇想天外な、でもこの2人が実は一緒に会をやっても全然普通であるという、しかもお互いに影響を受け合ってたりする。以前だったら水と油の関係だったのに、そうそう、まさに今はドレッシングとして出せるわけですね。古典と新作って対比させてね、まあね、別物になってます、ドレッシングって別物です、いや主役が喋ってる時なんか言うからよ。そうだよ、そうごめん、古典と、ね、新作というのは水と油だったものが、今は普通に共存できると、それはもちろんだから京太郎さんのね、あの活躍なんかがあって、そういうのがあの下地ができているってことはありますけど、だから京太郎さん両方やりますもんね。そうそうそう、だから2000年代、志の輔さんもそうですけどね、はい、だから2000年代のあ、まあ、売れっ子の人たちが下地を作ったところを、今、この方々が水をやり種をやり、そしてそれを、まあ、あのその上で自由に活躍している暴れてるんですね、まあ、刈り取ってるって言っちゃうとちょっと水まいたところ、水種をまいて水やったところ、今この人たちは刈り取ってるけど、それはちょっとね、後に何も残らない、そういうことになっちゃうから、そうじゃなくて、さらにそういう時代の流れっていうのがあって、でのこの5人というセレクトなわけですよね。あのね、日本の SF に関してね、 SF よ、確か星新一が開拓し、みたいな、小松左京が、それをブルドーザーで鳴らした上を筒井康隆が高速で走っていくっていうね、例えがあったんですよね。それで言うと、だからあの筒井康隆に相当するわけですよ、私たちは、なるほどね、というようなね、非常に、でその人たちがじゃあどういうふうに落語を見てるかというね、これやっぱりその志らく師匠なんかだと、はい、あの自分の落語感っていうのを本にして書いたり、講座でもはっきり言います、はいはいはい、これは家元がそうだったよね、その立川談笑の精神を受け継いでる立川志らくという人はそういうタイプの演者ですけども、大抵の落語家さんはそういうことは言わないですよね、自分がどういうふうな思いで落語に取り組んでるかとか、野暮ですもんねっていうふうにされますよね。でもインタビューだったら聞かれたから答えるという形で、それはあの必ずしも野暮ではないということ、それは過去の名人たちも実はインタビューだといろんな芸談残してますよね。小三師匠もそうだし、あ、そうなんですか、いろんな人はやっぱりそのインタビューだといろんなことを言えるというのがということで、今回、まあ、三座さんたち の、この貴重な芸談をですね、一冊の本にしたこと、これは本当に現代の落語家が考えてること、それがしっかりと詰まってる一冊。どちらさんが言ってる、嘘くさくない。なんでだろうな。なんでだろう。まあ、前著のですね、あの小三治師匠の方がありました、はいはい、あそこにもロングインタビューが収録されてて、非常に小三治師匠の、なんですか、その芸論、はい、まあ、どういう思いで落語に取り組んでるかというのが非常に、そうそうそう、出てました、ね。まあ、一歩踏み込んで本当人柄までね、その文章からにじみ出てくる感じありますから、ね、あの聞き出すのがうまい、ね。そうなんですよ。問題はそこなんですよ。それをもっと言って。だから小三治師匠も広瀬さんなら気を許して話そうみたいな部分がだいぶ多かったと思うんですね。つい話してしまうっていうね。だ例えばこれね、一之輔さんなんか、まあ、これもすでに読んだ人から、ね、言われたのは、あるいはその編集者から言われたのは、一之輔さんはずいぶんいろんなところでインタビュー出てるじゃないですか。でも、一之輔さんってこういう人だったんですねと、他のインタビューじゃ出ていない一之輔さんの、自由な面、奔放な面、楽しい部分っていうのはすごく出てると、はい、こういう人だったんですねっていうのが言われたりなんかしましたし、まあ、今日発売なんでちょっとまだ読んでないんですけども、はい、広瀬さんの聞き方っていうのが、ずっと追いかけて、その演者を見てるんで、この時の講座のこの部分は僕はこう思うんですけど、あれはどうなんですかみたいなですね、そうですね、すごく踏み込んだ聞き方をするんで、そこまで踏み込む人は初めてだっていうことで、その誰にも言ってない部分を話したりするんですよね。ああ、そうですね。それはだからその相手が、つまり僕がね、聞き手が、あの自分のことを知ってるんだという前提で話せるわけじゃないですか、はい、相手がインタビューされる人が、それはあの音楽のインタビューやるときもそうなんですけど、自分はあなたのことはすごい好きだしよく知ってるしということを相手が理解すると初めて、そうか、だったら言おうかみたいな感じになるわけですよ、そういう部分っていうのは特にそのこの方々っていうのはね、僕もまあ
ね、存じ上げているのでよくと、うん、いうことで、まあ、話もねいろいろだ。三座さんなんかも、ある意味小三治師匠に通じるような芸団が出てきて、うん、それって小三治師匠と似てますねみたいな話になったりとかね、うん、するんですよ。広瀬さんが人に話を聞くときに一番気をつけてるの、うん、それはその人が何でしょうね、言いたく何て言うんでしょう、自分は意識してないけど、うん、本当は言いたいなと思っているところっていうのを探りながら、まずはだからこちらで質問を用意するのではないということです。会話をするということですね。へ、僕がインタビューするとき、それ何のインタビューでもそうですけど、質問票みたいに一切持たないわけですよね。でこれは会話であると。だから何か一言投げかけたことに対して、うんうんうん、あんま興味のないこととか言いたくないことは、割と簡単にスルーされたりするじゃないですか。それを、あ、この人はこういうことに関してはこうなんだなと思って。で、何か言ったことに対して、すごく反応が良かったりすると、その部分を深く追求していくという。うん、そうすると、読み応えがあるというかね、聞き応えがある、インタビューになるんですね。これ、やっぱりインタビュー下手な人ってよく、テレビ媒体の人とか多いんですけど、用意された質問をこなすことに終始して、せっかくいいこと言ったのに、相手がせっかくいいこと言ったのに、で次の質問行っちゃうっていうね。食いつかない。そう、そこをもっと聞けよっていうことはね。そういうことがだから、いいインタビュー、広告ありきですからね。あと時間もねあるだろうけど、ただね、でもそういう中でも上手い人はやっぱりいますよ。もちろん時間が十分あるかないかっていう問題もあると思うんですけど。だそれこそ徹子の部屋とかね、ああいうものいろいろあるじゃないですか、はいはい、あるいはその雑誌でずっと対談されてる阿川佐和子さんとか、あの方々が他のインタビュアーと違うのは、相手のことを徹底的に調べて、いろんなものを読んで、あるいは見て、相手のことを熟知した上で行くから、だからその会話が弾むんですよ。ある一言言った時、あ、それはあのことですねって言えるっていう、 あそうそう知ってますかみたいな感じになるというね。なるほどね。その対象者が好きだと感じれるっていうのは、話が弾むきっかけになりますもんね。まあ、そうなんです。好き以上にやっぱり知ってるっていうのは大きいですね。いやいや、好きだから知れるのよ。あ、広瀬さんって俺のこと好きなんだなと思うと、やっぱり結構いっちゃいますもんね。だから例えばその前にインタビューの本を出したこの落語家に聞けっていうのがあったんですけど、その時市場師匠にね、インタビューした時に市場師匠が、まあ、男子師匠に、小金持ちをね、稽古つけてもらったんですよ、それはもうお客さんの前でとか、僕見ましたよって言うと、あ、広瀬さんいらっしゃったんですか、ね、そういうところで、あの時はでも家元はとても喉の調子が悪くて、途中で一番すまねえとかってやってましたねって言ったら、そうなんですよ、あの時って言ってね、あの時はどこで見てらっしゃったんですかとか、実はあの時は袖からではなくて、一番こう観客席の後ろへ行って、こう正面で正座しながら見てました。正座してたんですね。すごいなと。それをね、いたということが、それきっかけになるわけですからね。そうですね。指いじながらよくそんないいこと言いますね。いや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 。さあ、広瀬さんもだってもう、そのもちろんバーンというね、雑誌をずっと、まあ編集長としてね、終わりになってると。で、それキャリア全部で、音楽家にずっとインタビューをするというキャリアがあった上で、この本にそのスキルを全て生かされてるわけですよ。で、そのキャリアがね、で、聞き手としてのプロの広瀬和夫がこの本に全て出ていると。そうですね。ありがとうございます。本当にそう。プロの仕事としての、だからしかも落語界、一ファンじゃないよ、はい、この本は、今まではファンとして書いてたかもしれないけど、これはもうプロとして書いてるから、なんか悔しがりやがったこれいつもこの人が言うような、ね、悔しがりやがったちょっと、ね、いやこの間打ち上げちょっとお話ししたいですが、海外のアーティストにインタビューするときに結構下ネタで盛り上がったりするとか、そういうこともありますけどね。だからつまり相手がどういう部分に食いつくかっていうのをね、はいはい、あるわけですよ。でなんかやっぱその会話を楽しく盛り上げるっていうことは、相手が気を許すわけで、気を許したところでポロッと本音が出てくるっていうのがありますよね。だからまあ基本的にはあんまりね、その下ネタみたいなものは紙面には出しにくいですから余談としてね、余談としてね、話のきっかけとして、そう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 、
そういうのありますよね。だから重要なのはやっぱり好きだという気持ちを情報を持っているということから端的に伝えることと、うん、シンパシーのある話の話題を提供すると、うん、この2つだと。そう、すごいまともなこと言ってますね。キツい人はね、いいこと言うんで、何も知らない人に聞かれるとこっちも情報出しようがないんでね。そうそうそう、あの、そこと、そっから話せなくちゃいけないのみたいな。座布団何枚用意すればいいんでしょうかみたいな。一枚でいいですよみたいなね。だ、例えばその落語はね、非常によく知ってる人だったとしても、例えばマルコさんにインタビューするときにマルコさんの落語を一度も見たことなかったら、うん、やっぱそれはね、うん、あの落語という芸能は知っていて、うん、いやあなたの師匠の馬風さんはよく知ってるんですよとかね、はい、言われたとしても、うん、いやお礼を知らないのってことになるじゃないですか。それが伝わってくるインタビューってやっぱりインタビューとか新聞記者とかで電話で取材させてくれとかって言われて、うんうん、それであいいですよって言って答えるのに、うん、結局こっちは時間を割いてね、うん、この電話に対応してるにもかかわらず、うん、向こうは別に僕に対して興味があるということを示してこない、うん、ないですもん興味が、うん、そうなの、ね、しょうがない言われてるからやってんだもんだって、うん、そうだね、うん、でもそれってさ、それってやっぱりさ仕事としてさ成立しないと思うんですよ、ね、それはまあお前が気を使えよ、うん、書きやすいような話すればいいんだよ、こうやね、こうやね、うん、わしが悪わねまあまあでもあの ああいうしあの電話取材みたいなものってね、はい、大概の人があの不満を持つ場合が多いですよね、やっぱり、うん、やっぱりそう、ね、俺そうちゃんとあんなに喋ったのにここかいってね、はい、使われるのかみたいな、結局必要な情報を取るために聞いてるっていうことなんですよね、うん、結論ありきだったりするんですね、うん、その裏を取りたいだけだったりしてね、うん、これこれじゃないですかって誘導質問をしてそうですね、その通り言わないといけないみたいなね、うん、でこの落語家という生き方の、うん、まあ、ロングインタビューなんですけども、はい、あこの話聞けたのはちょっと収穫だったなみたいな、うん、ございますでしょうか。まあいろいろあるんですけどね、はい、まあ本当さっきもちらっと言いましたけど、三座さんがね、はい、その今どういう思いで落語をやってるかっていう、あの落語というものに対する考え方が数年前から変わったんですって。変わった。やっぱりそうなんだみたいなところがあって、でそのきっかけになったことっていうのが母っていうね、でその時それってやっぱ小三治師匠に通じるものありますって、で今広瀬さんがおっしゃったことみたいな、まさにその通りのことをここさんうちの師匠から言われたんですみたいな、おおみたいなね、ところがすごい気になるな、うん、なんだろう、すごい、それが全てここの本の中に書かれてるんですよ。書かれてますよ、もう今すぐ書店へ。そう、三座さんはもともとこういうつもりで落語をやってたんだけど、そうじゃないんだと、本当は落語はこうあるべきなんだってことに気がついたみたいな、変わったんですね、何かで。そう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 。あと白鳥さんはね、結構その新作を作る時の具体的に言うとそういう感じでやってるんだっていうね、手の内をちらっと明かしてたりね、しますね。そんなの今まで誰にも喋ってないんですか。そうだから他の新作を作る人と、うん、例えば京太郎さんと自分の違いとかね、新作の作り方、そういうのを明かしてて、これ結構興味深いですよ、うん、とかね。あるいはなんか天功さんなんかだとね、家元は業の皇帝と言っているけれども、うん、果たしてそうだろうかっていうことを、そっから疑問を持っていくわけですね。これをなかなかね、その発想がね、ああなるほどっていうのがあったりとか、そこを正面切って論じた人って今までいなかった。そうなんですよ。まあ僕も常々業の皇帝はどうかなって聞いたことない、ね、聞いたことない業の皇帝っていう言葉今出したの初めて聞きました字で書けないと思う。こしらの口から業の皇帝が出たの初めてです一之助さんはやっぱりね、その他のインタビューにはない僕とのラブラブぶりが出ちゃうんですねとかねありますね。白石さんもそうですね。白石さんもだからやっぱりまあいろいろオブラートに包みながらも結構毒のある発言をしてて、それはねちょっとこのインタビューじゃないと、講座では言ってるけど普通のインタビューだったらきっと言わないなって思ってるのでは、ね、出てきますよね。本当にね、今一番旬の落語家、うん、脂が乗ってる落語家の考えてること、うん、そうそう、この時代とどう接していくのかっていうのが、うん、この一冊にギュッと詰まっておりますから。そうなんです。そう、僕はね、本を探す時に、うん、一番重要なというかね、探しに行った時に、うん、まず文庫じゃないですこれは。あ、そうですね、はい、336ページあります、これB6?
文庫ではですね、もう、あの、うん、単行本の大きさですね。そうです、単行本です。単行本ですよ。そうです、文庫ではないです。うん、本屋さんに行ったら、うん、文庫の方に行ってもしょうがないので、うん、そう、落語コーナー。落語コーナー行きゃそんなねえから大丈夫だと思うよ。まあでも探すときあんのよ。そうそう、わかります、わかります。文庫とか新書じゃないってことね。そうなんですよね。文庫とか新書だと新書コーナーにあったりね。だから僕の男子の18番っていう本も新書のところにあるけど落語コーナーになかったんですよ。あ、この落語家を聞けが文庫化された時も文庫のところにあるけど落語コーナーになかったりして、うん、いつまでも単行本の方だけあったりしたんですよね。そういうこと、店員さんお願いしますね。そう、だから落語コーナーがなくてカルチャーとかいうコーナーにあったりとかするんですね。したらその大きさで探すんですよ、大体ね。満喫師匠はね、大体 B6 に近い、B6 に近い、はい、そういう、これはバーコードリーダーを持っていくから、でチェックして、あ、これはいくらで売れんなみたいな。本体価格1700円。いくらですかこれ？本体1700円、税別ですね。はい、まあ2000円あればお釣りが来ますけど、ね、消費税が上がる前にぜひ皆さんお買い求めいただければなと思います。いつ上がるんですか、 10%？ そう、150円かけていく駅だったら往復しても2000円で買ったいや、これ面白いですよ。できればね、書店でお買い求めいただきたいですね。うん、まあ、そうですね、ネット販売も今発達してますけどね。まあね、まあどちらでも、どちらでもいいです。僕としてはどちらでもいいですが、Amazon で買っていただいても、どういう、あの、通販で買っていただいても結構ですし、まあ書店がね、やっぱり今、あの、活性化必要な時代ですので、そうですね、本屋さんに注文していただいても結構です。で、あの、こしら書店に注文していただいても大丈夫です。こしら書店、こしら書店、こしら書店、古物商じゃないですか。書店の免許じゃないでしょ。そう、うち古物の免許持ってるのは。うん、あ、中古じゃないですか。中古じゃなくたって中古で売ればいいんですから、こっちは。印税が入らないし、入れて。でも僕買いますよ。僕買って、それに自分の手の上につけて販売しますから。抱き合わせじゃないですか。ちょっとね、あの、高くなりますけれども、それでも欲しいという方はぜひ、はい、こちら。まあ、でもこれ本当、あの、字も小さすぎないので、うん、読みやすくできてます、ね、で、立花蓮司さんの素晴らしい講座写真が豊富に使われてますので、それも重要なところですね。はい、今売れっ子のね、2010年代を代表する落語家たちのロングインタビューが収録されました、うん、講談社から出ました落語家という生き方、はい、広瀬和夫著でございます。ぜひ皆様お買い求めいただきたいと思います、はい。さあ、それでは新日本の話芸落語会の方でございますけれども、はい、次回が12月の16日、1月の12日、3月の4日を予定しております。3月の4日となっております。はい、19時開演、前よりが2500円、当日が2800円、お手合わせは東京0354780066、北沢丹後までよろしくお願い申し上げます。はい、はい、さあ、それでは、リスナーの皆様に広瀬和夫さん一言よろしくお願い申し上げます。はい、あの、本当に面白いと僕も自分で読んでても改めてこのインタビュー面白いなって手前味噌ですけどね、僕が言うのもなんですけど、本当面白いんで、あの、ぜひ読み物としても楽しめるので、この落語家という生き方、講談社、一つよろしくお願いいたします。新日本の話芸ポッドキャスト。